徳川家継像、徳川家継は、江戸幕府の第七代将軍。第六代将軍、徳川家信の四男。母は、側室で浅草多だ年次住職の娘、おきよ。一時期、徳川家の旧名字、与良殿を用いて、与良殿鍋松と呼ばれていた。婚約者は、霊園天皇の王女、八重宮吉子内親王。史上最年少で任官し、 また史上最年少で死去した聖位大将軍である。法永6年7月3日、第6代将軍、徳川家信の4、男として生まれる。家信の子は病弱で、正室、この江広志との間に生まれたと姫は天長年に、創生し、法永4年に、即室、お甲の方との間に生まれた家千代も2ヶ月で、創生し、法永5年に生まれた。 大五郎も法令7年8月に創生した。聖徳元年に、お主面の方との間に生まれた、虎吉も創生し、鍋松だけが生き残った。聖徳2年、父、家信が病に倒れたが、この時の9月23日に家信は、荒井白石と、真鍋秋草を呼び寄せて、次期将軍は、尾張の徳川義道にせよ。鍋松の処遇は義道に任せよと、 鍋松を将軍にして、義道を、鍋松の正子として、政務を代行せよの二案を遺言したと、折りたく、芝の木には記されている。そして、家の部が死去すると、白石は、義道公を将軍に迎えたら、終わりからやってくる家臣と幕臣との間で、争いが起こり、諸大名を巻き込んでの天下騒乱になりかねぬ。鍋松君を将軍として、我らが貢献すれば、少なくとも、 争いが起こることはないとして、鍋松の擁立を推進した。これに対して、幕閣の間では、鍋松君は幼少であり、もし経史なく、亡くなられたらどうする、おつもりかという反対意見もあったが、白石は、その時は、それこそ、ご三夜の吉道公を迎えればよいと説得したという。また一説に、家信が、鍋松の成長が見込めなかった場合は、吉道の子、五郎高 徳川義宗の着難、長福丸を養子として、義道か義宗に貢献させよと遺言したという。徳川将軍家の慣例では、将軍家の生死は父である将軍から名字書き出しを受けて元服して、朝廷から大納言に任じられた後に将軍を継ぐことになっていた。ところが、鍋松が元服を済ませる前に父である家の部が亡くなってしまった。元服の際に、 名字書き出しを行って、意味名を定めるのは、上位者の行為であり、徳川将軍家の精史である、鍋松に対して意味名を与えられる者がいなくなってしまった。そのため、幕府はその役目を担う人物を朝廷に求めた。そこで当時陰性を行っていた、霊元上皇が、名字書き出しを行うことになった。幕府の要請を受けた上皇は12月12日に、京都書次第、 松平信用に対して、家継の名字書き出しを記した新刊を授け、同時に、正にいい現代名大言に認じる消息宣言も授けた。新刊と息は21日に江戸に到着し、23日に江戸城の御座館に安置された。家継は徳川将軍唯一の朝廷から意味名を与えられた将軍となった。その後、翌正徳三年3月25日に、 江戸城に直死と因子を迎え、大老のいい名を森を烏親として元服の儀式を行った。この際に霊剣上皇は江戸氏を中三門天皇は冠を家継に送っている。そして4月2日、家継は将軍宣言を受けて第7代将軍に就任した。家継は秋房や白石と共に家信の意志を継ぎ、聖徳の改革を続行した。 この間、幕政は、幼少の家継に代わって、聖母、月光院や、川用人の秋房、顧問閣だった、白石らが主導している。真偽はともかくとして、若く美しい未亡人だった、月光院と独身の秋房の間には、修文の不評が絶えず、聖徳四年には大奥を舞台とした、江島・行島事件が起こっている。家継自身は白石より、帝王学の教育を受け、 白石も理発で聞き分けが良いと、その才覚を認めていた。しかし惑星においては、白石と秋房は、次第に、幕閣老中たちの巻き返しに押され、君味となり、政局運営はなかなか思うようには行かなくなっていった。聖徳5年9月、霊元法王は、2歳の王女、八十宮を家継に降下させることを決めた。家の部の存命中から、天院の弟、 この家広の娘である久子との婚約を内々に決めていたが、家継ぐよりも7歳も年上の久子との年齢差を置きに、かけた天栄院と家広は、久子を中三門天皇に受代させて女子にすることで、事実上の婚約破棄を行った。久子に代わる五代所の候補を求めた天栄院と月光院は、幼少の将軍の立場を強化するため、家継の 名付け親でもある法王の御子を迎えようと考えて、幕府を通じて交渉した。法王も、この要請を受け入れて、正式に婚約をすることになったが、思わぬ形で、王女交換の話は立ち消えになってしまうことになった。昭徳六年三月、病の床に伏し、四月三十日に死去した。死因は、風の悪化による急性肺炎説が有力。年 万年齢では七歳に満たない死であった。家継の死により、家江信の血筋は途絶えた。当初は、終わり藩主で、家継からも、次の字の辞を受けていた、徳川継友が、真鍋秋草や荒井白石らに、支持されており、第八代将軍の最有力候補であったが、結果として、大奥や、藩秋草、藩白石の爆心たちの支持も得た奇州藩主の徳川、吉宗が、 第八代将軍に迎えられた。吉宗は家継から見ては、と皇王子に当たる。東京都港区芝公園の増上寺にある家継の、宝刀日付イコール旧歴家継が、元服前の幼児で将軍に就任したため、返記を受けた人物が、全員、家継より、年上という異例の事態となった。ありがとうございます。